何をされてる方ですか？今、現役の慶応義塾大学に通う大学生で。え、女子大生？はい。で、ピエンの方。ピエン系ではないんですけど、歌舞伎町で飲み歩いてる方です。今日も朝9時までホスト行ってから来たんです。今日？今日です。慶応大生か。ピエン系の概念って、概念というかピエン系を生むっていうのは、これやっぱ推しっていうものが結構密接に関わってくるんですか？そうですね。もともとジャニーズの追っかけとかアイドルオタクのファッションが量産型だったんですよね。で、メンチカとかバンギャの方がやっぱ地雷系のファッションで、メンチカ、メンズチカアイドル、あとバンギャとか、そういうところの子たちのファッションプラス2人たちのその推しがいる子たちの共通点のメンヘラ感とか、そういうものからピエン系っていうものが、だからピエン系って結構広いっすよね。いわゆるエンタメ界隈もそうやし、そういうなんていうバー、コンカフェとかもそうやし、そうですね、これやっぱりまあどうしてもそういう方々は承認欲求が高いというイメージはあるんですけど、やっぱ認めてほしいってところがあるんですか？とかやっぱ見てほしい、自殺配信とかもう死にますみたいな、死ぬ死ぬ詐欺じゃないですけど、もう屋上を登ってオーバードーズしてふわふわの状態でずっとツイキャスで配信したりとか、はー、それが、言ったら承認欲求になんねん。そうですね。だからもう本当に推しが好きで100万使ってるのか、100万使える私すごいでしょで使ってるのかがもう分からなくなってるような感覚。だからそっか、貢ぐことがじゃああれなんですか、これは。そうだ、貢いだりとか、そのお金が介在したコミュニケーションっていうのが結構そもそも歌舞伎町奥が当たり前じゃないですか、はいはい、そこのちょっとこう、あのカジュアルなものだったりとか、はいはい、私はあのホストクラブのキッザニアみたいなことが起きてるあーそうかそうか、なるほどね。そこで貢ぎ体験をして、そうですね、あので本貢ぎに、いやそうなんですよ。そこでやっぱ18くらいのホストクラブ行くと、全然ちゃんとしてるとかでさらにハマったり、そっちの流れだった。そうですね、やっぱ奥の文化に行くことも。一人怖いホストで、俺会社と学校辞めさせるのめっちゃ得意だよって言ってきたホストがいて、あの入社式当日に辞めさせてたこともあるみたいな。めちゃくちゃやな。それなんで辞めさせるんですか？からもっとお金を使ってほしいから夜の仕事をしてほしいっていうことなんですけど、じゃあどういう子がそれにできるかっていうと、なんとなく生きてきて、なんとなく親に言われて学校行ったりとか、この仕事どうしてもやりたいみたいなものがない子だったら、じゃあ俺の横で俺と一緒に夢を追いかけようよっていう、夢を追いかけようよな。そう、夢とかこうやりがいっていうものを承認するっていうのだったり、あとちょっと受験勉強にも似てるんですよね、推し活って。金額のノルマと か, なんか点数いい点さえ取れば親に褒めてもらえるってあるじゃないですか。そっちのすごいね、快感が覚えてるからね。お金さえ使えばだからどう1点あげるかみたいな感じで、どう1円でも多くかき集めるか、そっちとリンクすんねん。 そこさえ逆にやってれば他の思考を停止していいんで、ある種楽なんですよ。もう目的はそれだけになるから、ね、お金さえ使えばこうなるっていう、ある種の方程式があるから若干人生が単純化されるので楽っちゃ楽。まあ本人は分かってへんけどね、そこそこはね。それって、こういう服を買いたいと、推しに貢ぎたいは、これ別なんですか？そのでもそんな高くないんですね、やっぱりピエン系のファッション。ピエン系は それちゃんとお店側も分かってくれてんねん。そうですね、あなたたちピエン系でしょお金あっちに使わないためでしょ、安くしときますよっていうことなんや。生地薄いんやな。生地薄、だからやっぱレースやからやっぱ安い安いなレースやからやっぱ安いし。これピエン系の人が一番、やる仕事ってやっぱ風俗ですか？風俗はやっぱ未成年の子が多いんで、そのピエン系というよりも、トー横はコンカフェだったりとか、まあ割り切りで普通に売春してる方が多くて、ピエン系女子全体で言うと、まあでも歌舞伎町がそもそも夜の仕事が多いので、まあそこは夜職の子も多いですね。意外にこういうのだから、パパ活とかもやってるってことですか？やってる子はやってますね。はい、推しに貢ぐためにやってたりします、ね、はい。でもそういう子らでもそこ卒業して幸せになってる方もいらっしゃるんですか？いますね、うん、あ、もうピエンは卒業する人もいるんですか？そうですね、ちゃんとちゃんと就職を機に全部メルカリ寄り飛ばしたりとか、はい、そういう子もいるにはいますね。へー、でもメンタルピエンじゃないんですか？それメンタルがだから本当に治った時が真のピエン系卒業なのでピエン系卒業、まあね、私はこのピエン系女子って主に若いけど精神的に幼い人たちは、うん、まあ、ピエン系女子に入ると思ってるんで、30代後半とかのピエン系の子も多分いるかな。全然おんねや。全然歌舞伎町にいると本当にいますね。大体そういう人たちはリストカットがあったりするんですか？ある子もいますね。大体か、ない子もいるんです。ない子もいます。でもない子はそのヒエラルキーの中ではこうちょっと下になったりするんですか？
はディスカよりはオーバードーズ論が多分あります。なんで一緒にやらないのとか、お酒飲まないのなんでとかは、多分その同調圧力的なものは若干はあ、オーバードーズっていうのはいわゆる薬のオーバードーズってことですか。そうですね、最初は市販薬、次に処方薬っていう感じであそれをやらないとあんまり仲間と認められないっていう感じ。そうですね、パキリタイっていう、パキリタイ、はあ、すごい。だから言うたら合法のってことや。そうですね、処方箋でなんとかトリップできるやつっていうこと。で、ね、お酒飲んで、ただこうそれで14歳と16歳のカップルがパキった状態で飛び降りで心中しちゃったりとか、はあ、そういう事件もあるので、すごいね。じゃあそう、規制は厳しなってるけど、うん、なかなか問題根本は解決はしていかないよね。ちなみにピエン系界隈でこうなんか今流行ってる言葉というか、俺らは知らんけど普通に使われてる言葉とか、マンジみたいなことってあるんすか。マンジはピエン系界隈のあれ、マンジはまあ、もうちょい前ですよ。私が18歳の頃とかね、もうちょっと前だと思うんですけど、トー横で流行ってたのはアゲーっていう、アゲーね、アゲーとか、なんか飲むしかないんだがーっていう、ほにゃららなんだがーっていうなんかワード飲むしかないわけはないね、これ飲んだらマジで死ぬがみたいな感じであのほにゃららなんだがっていう語尾が流行ってる時期、男の否定で終わるというか、何々だがで終わんねん。それじゃあ覚えてたら、遠景と喋った時にこうなんていうの、ちょっとこうはあの共鳴してくれるというか、そうですね、あ何々だがって、うん、森田やるんだがあげーって多分腹立つな、腹立つね。で飲んでゲロ吐いてピエン。まあまあある意味楽しいやろな、まあそれはそれでね。佐々木さん的にはそのピエン自体はこれは病気やと思ってはるのか、そうじゃないもうこれは仕方ないことなのか。社会現象の一種なのかなっていう、その SNS とかがあったらしょうがなく起きるのかなっていう感じ。一過性のもんですか。もうずっと文化としてこう根付いていくもんですか。この若者の承認欲求の問題自体はもう残るしかないし、こう SNS が生まれた時からあって、なんか自分がこれ思いついた天才かもとか、絵に興味持ち始めたって言って同年代がもっとクオリティ高いものとか出してたりとか、まあ、すぐにいいねの数だったり、あいつのが可愛いとか、すぐにこう他人からジャッジを数字とかコメントで下されるって思うと、やっぱこのメンタルとしては安定しないよなっていうの。だからまあちょっと俺らの時学生時代にまだだったその、まあ、引きこもりと逆やけど同じようなことなんかもしれんよな。 SNS があったからこうやってつながろうとするからこういうことが起こってるのかもしれないね。認めてほしい。まあでも俺らもまあ言ったら承認欲求があるから、まあまあね、この世界に入ってるっちゃ入ってるからね。昔はこうテレビとか舞台に行くしかなかったのが今 SNS で簡単にできてしまったりとか、過激な行動とかもできたりとかするので、確かに素人とこう芸能人の境目が YouTuber というもの、う、ね、TikToker というものがあってできてこうなくなってきてるから、そうです、ね、フォロワー1000人とかでもさっきみたいに何十万って稼げたりとか、一人の推しさえこう、そうか、推してくれる子さえ見つけたら、もう好きだよとか君は特別って言ったら稼げちゃったり、はあ、まあそれを一過性のもんとは思わないもんね、うん、その若くいとね。学校がちょっと息苦しいとか、家だとちょっと好きなもの好きって言いづらいな時にやっぱ自由な場所っていう意味合いもあるので、周りもおるしね、難しいなっていう。だからそんな、言ったら救うとかっていう目的じゃないってことですよね、佐々木さんは。もうちょっと寄り添ってこの子らの言うことも分かってあげてよっていう、その死ぬとか良くないけどっていうことってことですね。若い時に自分の好きなものを否定されたりとかダサいとか言われるのってめちゃくちゃ傷つくんですよね。そこをやっぱ親とか学校に否定されることを考えると、うんうん、まあ、好きなものを好きって言える場所がある上で、うん、対話のきっかけになればいいなっていうふうに。それが結構この本で伝えたいことではあるじゃないですか。そうですね。はい、じゃあ行きましょうか。はい、私から、はい、おそらくこの本も朝9時まで飲んで書いてます。ほんま飲んでた。よう喋れてるで。びっくりして。もうへっちゃらない。こんなことは。ウォッカ5、6杯行きました。行った。とにかく見てようがあんま喋るわ。はい、盛り上げましょう。多分俺はその言ったら、ピエン系女子をこれで表せるんじゃないかなっていうのはありました。ピエン超えてパオン。かかんといてくれよ。やっぱりやめて、やっぱりそうなんだっていうことですよね。何が何が。そんな高尚な本にこんなんつけてええの。すいません。いやでも確信はついてるなんか、ね、そっから来てんじゃないかなっていう。まあどうしよう、男女の関係はあるわな、ね、本になっていう。